マツダスタジアム、外野も魔境化してしまう。広島対巨人の6回表、ツーアウト1塁の場面で打席にはオコエ。ライト前ヒット。と思いきや打球がイレギュラーバウンド。記録ツーベースでツーアウト2、3塁に。オコエ来た。これは途中出場だほう。送っとけば。なんだこの球場。どんなバウンドしてんだ。やっぱおかしいよこの球場。あそこに何かあるのか。ツイストサーブかよ。ライト線呪われてるな。外野も魔境な松田。浅野、空中でもイレギュラーする欠陥球場。末金のジャイアンツ愛守備。ライトどうなってんだよ。あの返事場がおかしいのか。ここアンツーカーも芝もだ球引っかかりすぎだろ。どんな魔球場だよ。末金、もうやだこの欠陥球場。どんな跳ね方だよそこ芝だろ。この球場どうなってんねん。ライト見にくいんか。末金はなんか浅野の後を追ってるな。ホームなのにあれ取れないの球場に問題あるんだろ。ライトの重力が狂ってる。なんだこの欠陥球場。年1回プロ野球試合開催するかどうかのどっかの地方球場かと。後ろにこぼせばよかったのに。この球場さ。マノライト。